トラさん、国難トラさんってね、本人です。いや、そっくりや。それでこれも鉢巻きしたね。だから皆さん、バナナはね、食うたらいかに健康にいいか、頭にいいか、脳にいいかね、今証明してました。72の男がね、バナナ食うたらいかに記憶力が良くなるかということでね、今日は普段ここにマイク持つんだけど、ハンドマイクなんか私は初めてね、始めましょう。ぼつぼつお客さん、ゆり時計でバナナの上等は見せましょうが、見るは崩落金いらぬ、聞いておかげにこの文句決して荷物にはならないよ。バラジャの因縁巨匠が生まれたところが台湾で、台湾大地は片田舎、親が貧苦のその中で、蝶よ花よと育てられ、青い頃より見染められ、台湾娘にもぎ取られ、国さな忠義じゃないけれど、人うさ人うさもぎ取られ、遠丸かごにと詰められて、有さんふむと後にして、片ごと汽車に移られて、着いたところが黄色ん湖、黄色ん港をふらでして、金波銀波の波越えて、大波小波の波越えて、観覧深紅の暁に、農薬着いたは無事港、無事は九州の大都会、流しの声も勇ましく、えんやらあどっこい掛け声で、問屋の布に入れられて、夏は氷で冷やされて、冬はたどんでうむされて、黄色のお色気ついた頃、一頭二頭と分けられて、バラの市場に持ち出され、人うさなんぼの叩き売り、さあさあ食うたら即だじゃねえ、あっちゃいけない親父の頭、払わなきゃ食えない提灯焼きね、金のねやさっこいけないよ、金のやつずいぶん来てるね、えっ、鶴猿はじゃないけどね、噛みついたら引っかいたりしないからね、一人はよく慣れておりますから、言葉とかね、口の悪いから生まれつき天女天が唯が独尊したらね、お釈迦さんとわしぐらいもんやきね、そんからね、腹の中いっぱいそれぞれね、大概のものは食うてもね、当たったことはないんだから、まあ当たるほど腹いっぱいお茶食ったことないけどね、今日はじゃんじゃん負けちゃうからね、もらったかったってね、大きく言うと手挙げてよ、はい、間違っても足が痛い、頑張ったら倒れちゃうから先生も倒れて3人即して5人が引っかかったってことな。まあこれは冗談かい、ならばこいつが、はい、800円か700円600円、はい、ほら向こうのおじいちゃん早かった、すごいな、ほら、はい、今のおじいちゃんありがとうさん、 お金持ちでいる男、あんたのおなごが欲しいようじゃ、この世の中男は皆やもめして、そら冗談さらないしょ、そういう冗談抜きでして、厳しいな負けてやれ、お次はこの品よ、裏も表も金キラ金のツンツラツン、頭丸めた高知山、帰宅いたした玄関の坊主の頭が金キラ金、私のバラちゃんも金キラ金、この仕事もさらまけて、はい、800円か700円600円、ほらお母さん早かった、ほら、ほら早かんと安なるぞ、安なったら人がさ、人が買うたら返すもの、返すものたら食べ損なうよ、食べ損ないのないように、はい500円から400円、ほら400円ないか、死は死んだら失敗で、死んだ花火が咲くものが、死んだ花火が咲くなら寺や墓所は花盛り、私の花ちゃん食べ盛り、はい300円、ほらすごいな、1、2、3、読めでいいのか、ほら来るの300円くらいの300円、ほら早川が安なると安なったら仕事が仕事が返すもの返すもないのないようにね、金金金のようにあげしゃまくらむ金からね、本産を今日も金次第、青い生き物に二番空腹死にされど見つめた刑務所暮らしも金へのたどよであんまり金食べな、横浜切手の猛将に鈴木弁当という人は、人に5万の金貸して当たら命を取られたぞ、人に貸すような金あれにしても買うがいし、それともお金が余るならこの世のバラちゃん買いなされ、バラの一本カロリーが卵を3個の価値あるぞ、この上等は騒ぎでこらまた、はい800円700円600円、この世界の600円もあった、重さが違う、重さが、はい500円、ほら500円ないか、このでかいの500円よ、ほらほら大将、はい、買い物上手や、これ500円ないよ、これぐらいの大きさ、ね、でかい、
大石の一夜ぞはおててをおててを抱き込む足と足とか抱き妙がこんな良いことなしの腹そこで天橋消しの腹うんつどんつの掛け声でできたこの子がこれですこれはでかいはい1000円こら行こう900円800円700円600円ほらこの大きいの600円ないかほらそこへ500円まだまだほら500円ないか欲が深いなこれ500円で買うのよし400円この兄ちゃん早かったなこの兄ちゃんこれお母さんもこれも同じやから奥さんねこういうおばらちゃん食べようてあなた100までわしゃ99までともりしらみのたがるまでそらちごたはまちごたともりしらがの生えるまで平和で楽しく暮らさんしならばこいつがこらでかいはい800円で700円600円今やったかあれるか500円400円ほらすごい金持ちほら買い物上手よ700円取るところよねはよ買うんだ安なると安なったらすぐ買うね文字は九州の大都会顔は福岡目は久留米足は長崎では肥前文字でもちもちしていたら1番電車に乗り遅れ2番電車が満員で3番電車が停電で4番電車がはい通過5番電車に飛び乗って揺られ揺られて行く先は普天は小倉の城下町朝一昼一夜の一まだ買わんかこの城とは騒がけてはい800円が700円600円今やって今やって買えるか西宮と市は金持ちはおらんか貧乏人が反対できてるかじゃ朝は朝干し昼は海干しよ干してねはい500円から400円300円お母さん早いわさっきも300円待ったんだ来てあげたけどもう一個かはいこれ早くあんた安なんだ安なったら人がすぐ来るから返そうなね今から貧乏人よはい300円ほら300円はい貧乏人はもう300円でよかはい300円はいはいか早くあんた安なると安なったら人が来るから返そうな返そうないのないようにそれはどんどん買いなさい300円かまそしたらこれはのうね200円はい200円ないか200円200円はい200円はいそちらの方あこっちにはいあれまた近いの200円さあもう一人よはい200円そうはい200円もうこれで持ってきなさいはいこれであと200円ねあとはもう2回目が大体終わりました3回目が、200円でねもう無茶売りやあこれでいいかもう2回